こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の秋コーデ一挙に紹介というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、秋も進んでですね、結構ファッションを楽しむには最高の季節になってきたわけなんですが、まあ、具体的にどんな着こなしをすればいいのか迷ってる大人の男性も少なくないかなと思うので、まあ、今回の動画では僕の私物をずらっと並べてみましたので、こちらを着ながらですね、どのような大人の秋コーデがあるのかをですね、皆さんにいろいろとご紹介をしてみたいなというふうに思っています。ただ全体のテーマとしてはなるべく手間をかけずに簡単にできるというところをですね、軸としながら皆さんにですねリアルな着こなしをご紹介できればなと思ってますので、よかったら最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。まあ、正直今回ご紹介するスタイルはかなり量があるので、その中で気に入ったものがあればですね、 2,3 個でもいいですし、3から4個ぐらいでもいいですし、皆さんの着こなしの一つのベースにしていただけたらとても嬉しいかなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。まあ、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的なコーディネートをどんどん皆さんにご紹介をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目の着こなしは冒頭から僕がやってる着こなしなんですけども、ベースとなってるのはですね、まずこちらプリント T シャツなんですね。これは僕の自分のブランドで作ってるものなんですが、白無地の T シャツに対して少しですねプリントの入ったものの T シャツを着て、下はですね今日なるべく着替えないでいきたいなと思ってまして、まあイージーパンツですね。腰にゴムが入っていまして、前はですね紐でこのように結ぶようなタイプのパンツになってるんですが、ただシルエットとしてはですねスラックスっぽく見えるので結構大人っぽい雰囲気かなと思います。これは今季のグリーンレーベルのもので、色は今回はダークグレー、これがねすごく使いやすいので、今回はもうこちらは固定しながらいきたいと思います。で、足元に関してはこれまた鉄板で使いやすいですね、スーパースターですね。これはですねちょっと変わったもので、昨年エディフィスで購入した、まあ、別注バージョンだと思うんですね。まあほぼ遠目から見るとホワイトに見えますが、まあ、実はライトグレーですごくですね他にはないようなカラーリングで個人的には気に入っています。これは白のスタンスミスなんかで代用してもらうのも全然いいかなと思うんですが、このボトムスと靴はですね固定しながら上半身を変えることでたくさんの秋服のバリエーションを今回は作りたいなと思っています。まあ、この T シャツとパンツと靴に対して上に羽織るものはですね、今回はこのようなジャケットですね。これはですね今年の春夏に購入したユナイテッド東京のセットアップのジャケットなんですね。まあ、最近はジャケットもですねサイズ感緩いものがちょっと増えてきていまして、まあ、これもですねダブルになっているんですね。そしてサイズ感もですねあまりタイトなものではなくてボックス型で、まあ、ラフにカーディガン感覚で着れるので、特に秋のアウターとして僕は着ることが多いです。まあ、この他にもですね軽めのジャケットはいくつか持ってるんですが、割とこういった軽めのジャケットであればカジュアルシーンでも使えるので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。なかなかですねユニクロとかではこういったものが置いてないので、セレクトショップのユナイテッドアローズだとか、まあ、そういったところに行けばですね割とこういったものが置いてあるので、よかったらぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。で、このですねジャケットを脱ぎまして、次のコーディネートにですねどんどん移行していきたいなと思うんですが、まあ何を着ようかなというところなんですけども、この T シャツの上にさらりと着るカーディガンですね、これがあるとめちゃくちゃ便利ですね。まあ、特に秋の中でもそんなに今日は寒くないなという時はもう T シャツに対してこのようなカーディガンを羽織ればもう着こなしが完成という形ですね。このスタイルもね結構僕は好きでよくやるんですけども、まあ、最近はこういったカーディガンですねあまりタイトに着るのではなくて少しゆったりめに着るのが旬で、まあ、こちらもですね肩が落ちているのがわかるかなと思います。オーソドックスなカーディガンというよりは少し現代的なやや緩めのシルエットでボタンがないもの、こういったボタンレスのものっていうのが最近は増えていまして、そういったものがよりこう今っぽい感じで着れるかなと思うので、こういったスタイル
リングもいいのかなと思います。まあ、このようなカーディガンもですね、まあ、ユニクロでは売っていないんですが、グローバルワークだとか、あとは各種セレクトショップで結構用意があるので、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。まあ、ちなみに今回ご紹介するアイテムに関しては、全く同じものはですね、さすがにない可能性が高いんですが、似たようなものなんかはですね、概要欄にリンクをバーッと載せておくので、そちらも参考にしていただければなと思ってます。はい、ということでこれも着替えますね。はい、こんな感じでですね、着替えながらやっていくっていうのは僕のメンバーシップではよくやるんですけども、こちらの YouTube の方では初めてなんですが、まあ、このベースをね、変えなくても上に羽織るものだけ変われば全然印象が変わるんですね。僕はこういった手抜きの方法をよくやるんですね。ですのでベースをまず整えるということが大事なんですが、続いてはですね、今度はシャツアウター的なものですね。これをですね、上に羽織ってみました。こちらは今季のグリーンレーベルのですね、カバーオールなんですけども、こういった形で着丈がちょっとですね、シャツアウターの中でも長めのもの、素材感はですね、ちょっと上品な感じで大人っぽく見えるものを着ていただければ、すごくですね、僕ら世代にも似合いやすいかなというふうに思ってます。割と T シャツの上にさらりと着るのもいいですし、中をですね、バンドカラーのシャツとかにしてもらうのもいいかなと思うので、このようなシャツアウター系が1個あれば、このベースに対しては相性がめちゃくちゃいいのかなというふうに思ってます。まあ、基本的にはですね、ジャケットと同じぐらいの感覚でこちらのカバーオール着れるかなと思うんですが、少しきれいめに振りたい場合はジャケットを着て、カジュアル感を出したい時にはこういったカバーオールだとか、あとはシャツアウターなんかを着るとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。どんどん行きましょう。アウター系をですね、今変えてるんですが、他にはですね、これも先日動画の中でご紹介しました、ジップアップブルゾン、ユニクロ U のものですね。これまたね、やっぱりいいですよね。僕も気に入っていて普段からよく着ているんですが、まあ、ちょっとおじさん見えしそうなブルゾンなんですが、中をね、 T シャツとかで少しカジュアルな感じを見せていただければ、意外とバランスよく整うのかなというふうに思ってます。で、色はですね、こちらブラック、他にもね、ブラウン系があったんですけども、あれはおしゃれな方はですね、結構好きでよく着ていらっしゃるかなと思うんですが、このジップアップブルゾンでなおかつブラウンという色だと、本当に失敗するとおじさんっぽく見えてしまうので、僕はブラックの方が断然合わせやすいかなというふうに思ってます。まあ、色的にシャープに見えますし、このブルゾンはブラックで、ボトムスに関してはダークグレーで、まあ、モノトーン系の配色にしてあげるというところで、足元は白というところでバランスよく整うので、この着こなしもありなんじゃないのかなというふうに思っています。はい、ということで続いてはですね、ちょっとスポーティーな方向に振っていきましょうか。はい、僕がよくやるのはですね、ナイロンジャケットとか、まあ、マウンテンパーカーみたいなものですね、スポーティーなですね、こういったフード付きのジップアップブルゾンですね、こういったものを上に羽織ってみると、これまたね、結構バランスが良くて個人的には好きなんですね。これはね、最近僕が買ってめちゃくちゃ気に入っているアンドワンダーというですね、アウトドアのブランドではあるんですが、ファッション性が高くてですね、非常にですね、センスのいいブランドのものなんですが、これを合わせるようなスタイリングもなかなかいいんじゃないかなと思います。こういったマウンテンパーカー自体はすごくカジュアルなので、まあ、ボトムスは少しスラックスっぽいものでまとめてあげると、ジーンズだとかチノパンと合わせるよりはですね、ハマりがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、大人の男性でもですね、こういったマウンテンパーカー系合わせてあげると程よいカジュアル感が出るので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思ってます。まあ、ノースフェイスだとかアークテリクスだとか、このあたりがですね、鉄板で合わせやすいので、だいたいですね、1万円台後半から2万円台前半ぐらいでこういったマウンテンパーカーを買ってもらうとですね、すごくハマりがいいかなと思うので、ぜひこのようなスタイルもお楽しみいただければなと思っています。こんな形でですね、まずアウター系をバババババと着てみたわけなんですが、本当にね、ベースを変えなくても結構着こなしは楽しめるっていうことをですね、皆さんに少しでもお伝えできればなと思ってるんですが、ここでちょっとですね、シャツ系のアイテムを入れます。はい、まあ、シャツもね、やっぱり結構使い勝手が良くて個人的に好きなんですね。特にですね、襟がついてると大人の男性にはまあなんかこう上品に見えて大人っぽくも見えるので、個人的にもすごくシャツ好きなんですね。今季もよく着ているんですが、こちら色としてはこう
ベージュなのかな、ベージュでもちょっとグレッシュな感じがして、個人的にね今季はすごくよく着ているものですね。これはグリーンレベルのものなんですけども、こういった形で T シャツの上にさらりとですね、ベージュ系のシャツを着ていただくのも秋にはちょうどいいんじゃないのかなというふうに思ってますね。こちらのトップスがベージュ、そしてボトムスに関してはダークグレーというところで色の相性もいいかなと思いますし、重たくなりすぎないように足元はホワイト系のものを持ってくるという形でコーディネートが完成しました。でこのようなシャツに関しては単品で着てもらってもいいですし、もうちょっと寒くなってきたらこの上にシャツアウターだとかそういったものを着てもらうのも結構バランスがいいかなと思うので、重ね着のパーツとしても使っていただきやすいかなというふうに思ってます。まあ、シャツという選択肢もあったりだとか、あとはもうちょっとカジュアルな感じで振りたかったらパーカーみたいのもいいかなと思うんですね。はい、それもちょっと着てみたいなと思うんですが、こちらですね、まあ、パーカー僕好きでいろんなものを持っているんですが、今回持ってきたのはこれまたねちょっとこうベージュとグレーの混ざったようなもの、先ほどのねシャツとすごく似たような色の質感ではあるんですが、これでボトムスが濃いので、上半身は少しだけ明るさを出してあげるのもいいかなと思います。でね、このようなパーカーというのは無地で選んだ方が圧倒的に大人っぽく見えるので、ぜひですね皆さんもトライをしていただきたいなと思うんですが、先日ご紹介した、グローバルワークのですねエアクッションのパーカーが非常にバランスが良くて値段的にも買いやすいので、そちらを見ていただきたいなと思うんですが、僕はこちらのエディフィスを着てみたいと思います。はい、もうこの場でね着替えながらやるという新しい方式でちょっと僕自身も慣れてないんですけど、こんな感じですね。はい、なかなかねこういった形でパーカーを着てもらうのもバランスがいいかなと思います。はい、で色はねこのグレージュが僕は個人的には気に入っていてすごく好きなんですけども、この紐もついていて、ポケットはね簡略化されていて、前にこう外付けのカンガルーポケットみたいなものはついていない形がこちらのエディフィスのものなんですが、これまたねこうスッキリとしてバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。もうちょっと季節が進めばこの上にですねロング丈のコートを着て、このフード部分を見せてあげるという着こなしもできるので、パーカーもね一着あると便利なので、ぜひぜひ皆さんも持っておいていただけるといいんじゃないのかなと思います。その他にはですねこういったニットだとか、まあ、これはねちょっとニットライクに見えるですねスウェットなんですが、こういったものを着るのも大人っぽくていいかなと思うので、これも着替えてみたいと思います。はい、はい、こんな感じですね。はい、まあ、ニットっぽい雰囲気もありつつスウェットのですね気持ちの良さというところが両立できるこちら、まあ、グリーンレーベルのものなんですけども、これまたね気持ちよくて個人的に気に入っています。まあ、ユニクロなんかで買えるようなミラノリブのニットでもいいかなと思うんですが、秋にですねさらりと着るのであれば40代以降の方にはこっちの方が良くて、30代の中頃から後半の方はパーカーみたいなものも若々しくていいかなと思うので、このあたりは好みで選んでいただくのがいいかなと思うんですが、秋のトップスとしてはこういったスウェットだとか、あとはニットっぽく見えるのものはですねすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。ちなみにこちらもですね真冬になっても上にコートだとか、あとはダウンを着れば着こなしが成立するので、さまざまな季節に使いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、こんな形でですねだいぶ駆け足ではあったんですが、秋のさまざまな着こなしを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、先ほどもお伝えした通りボトムスと靴はですね全部固定でやったんですね。まあ、今回はダークグレーのですねスラックス調に見えるイージーパンツを履いていたわけなんですが、これはブラックのスマートアンクルパンツだとか、あとはグローバルワークのアーバンスラックスだとか、まあ、こういったものでもいいかなと思いますし、もうちょっとこうシャープな感じにしたかったらブラックの細身のデニムなんかでいいかなと思うので、そのあたりはですね手持ちのボトムスで対応していただければなと思ってます。まあ、こんな形でアイテムをいくつか持っていればたくさんの着回しができるので、まあ、僕の中では秋のコーディネートって結構さまざまなコーディネートができてすごく楽しい季節なのかなというふうに思ってます。まあ、ぜひ皆さんもですね今回ご紹介したコーディネートの中から気に入ったものをいくつか試していただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。